どうも、ビデオゲーマーです。コキンボウニドキャリア続きやっていきましょう。今回はエベルトン戦取っていきます。で、エベルトンなんですけども、英語がねエバートンと一緒なので、僕はねエバートンと思ってました。よく見たらエベルトンでした。さあ、まあそれはいいんですけども、今回のスタメンなんですけども、バラガントップ、まあ真ん中か、真ん中、左がコルドバで、右がピッチーニで、センターハーフがクイナとカレーニョで、アンカーがエスカミーラで、バルガス、ウエルタ、ジラミロ、エスコバルで、ゴールキーパーがスワレスです。まあ変わったと言ったら、コルドバが入ってるって感じかなですね。あとは何も変わりないと思います、前回とね。じゃあ試合の方取っていきましょう。チーノ、エバートンとね対戦していきますよ。よし、6位ですか。うん。で、言わないといけないことがあった。前期後期って分かれてて、で前期はアウェー取ってきます。で後期はホーム取っていきます。なんか南米キャリア初なんで分からないことが多すぎてあれなんですけども、前期後期っていうのはあったなって言うてね、日程見て思いました。でコメントもね来てて、南米わからないのでこれで勉強していきますとか、南米の選手は男前が多いので、あ、イケメンかな、イケメンが多いのでみたいなねコメントもいただいてましたけども、で僕もね南米ほとんど知らないです。はい、まあイケメン多いんでね、見ていきましょうじゃあやっていきます。なんかあれですね、ユニフォームの感じボカみたいですね。で名前がエベルトンで、綴りがエバートン。もうややこしいもうややこしい。もうマドリードって書いてたよ。今度スペイン出てきたよマリー、え、マドリードやったな今完全にな。ほらマドリードってアじゃなかったっけ。やばいな、アホがバレるアホがバレる、もうバレてるかもしれないけど、英語はわかんねえよ。コメントでも来てもわかんねえよ。これはすごいコメント来ましたよ。日本で EA のチームは隔離されていますかって、多分あれスペインの方やと思うんだけど、ちゃんと日本語にね、あのね直して送ってきてくれたんですけど、わかりませんそれはさすがにわかりません。 EA のジャパンチームが隔離されてるかどうかは知りませんEA って日本のあれでなくなったんだったっけ。こんな記事っていうかニュースあったな。隔離どころかないかもしれません。日本の開発部自体がアップ。アウェイユニフォームもね、よくて。まあ3試合ぐらいしかやってないんですけど、思ったのはクリアが結構早いなっていうか、なんかヨーロッパだったら前に繋いだりする感じのクリアなんですけども、外に出す感じが多いなっていう気がするかな。感覚的な感じですけど、でも一試合通してもやっぱコーナーキック多い気がするな。あ、マジか、そういうことあるそうか、そういうことがあるのか。
ね、びっくりするってね、あのポーズマスとフォーメーションが全く一緒っていうね。能力値が全然違うから、なんかね、あの南米やるときはね 4-3-3 でやりたかったのよね。それが一番ぴったり来るのかな。あ、うん、もったいなかった今。もったいな。そっち。あれ、バラガンってどこや？メキシコか。バラガン。Great challenge. He got nothing but ball.Escobar, Carreño, tackling and winning the ball. カレーニョね、今思ったエバートに昔いたらしく、12試合ぐらいしか出てないけど全然覚えてなかったわ。Francisco Pizzini, Martin Barragan, a really sumptuous ball. 見落としなかった。プロフィール見たらエバートンにいて、一シーズン半年かな、いたみたいで、あ、そうだったんだと思う。全然覚えてないよね。12試合出てるから使われてたってことでしょう。カレーニョ、ピシーニ、うまくいったらね、南米戻らなくてヨーロッパでずっとプレーしてたかもしれないけどね。あ、惜しい。これはゴールが遠いかもかな。あ、どうやらあのツイッターでね、あのこれ上がってる時だったら結構前やからあれやけど、ちょうど1週間ぐらい前かな。ピニージャのね、こう試合後の会見のねやつを上げたらね、結構あのかっこいいっつってあげツイートしたんですけど、結構評判が良かったというか、まあ、いいねの数はねあれですけどね、かっこいいのよねピニージャは。いや、監督にして良かったなって思ってるんですけどね。今日エスコバル上がってくるな。あー、もったいない。このね、空いたスペースが早いな。危ない。あの細かいパスのつなぎはなんかすげえ南米っぽいというか、細かいとこ通す感じが見てて楽しかった今。ああ、そっちか。視野の広さの問題かな。めちゃめちゃスペース空いてたのにな。マジ止めかねえだ、マジもうボカやな。うわっ、ぶんね。ナイス。スワレスよかったよ今のね。海賊にいそう。そう、P
フィニージャ監督にしたのはね、コキンボウリノってチームのイメージをね、ちょっとね、守ろうと思って。悪そうでしょ、パッと見。フランシスコ・ピシーニ。雰囲気だけだった。うわ。ポストか。ゴールと。マジでやばいわ。これ決まるかな、ゴール。The two teams have switched around and are ready now for the second half. Carreño, Francisco Pizzini.俺がイメージしてたのと違うかったの今な。イメージの共有ができてなかった今完全に。あ、これはやばいかもね。Well, we wondered if this deal was going to be done. In fact, it has now been done, Lee. You saw. Well, Derek is a real steal at that money. Cheap at twice the price. Top player. Francisco Pizzini. なんかそういえば、あれでしょう。なんか、Vargas. 守備しててもディフェンダーの間からボールすり抜けるみたいな現象起きてるんでしょう。あれは何？プロクラブ的なやつだっけ？プロクラブだったっけ？やばい、キャリア勢はね、マジでオンライン系の知識がね、ない。俺だけかもわからんけど。マジで分からんもん。UT って転売とかって何なんだろうとかね、意味は分かるけど。危ない、ナイス。いい勝負してるぞ。キック力の弱さが半端ないな。クリスティアン・スワレス。It's with Serato. Gonzalez. So after that, a goal kick it'll be. マジで、おお、ウェーブが起きてますよ。いいですね。楽しそうですね。もう今ね、ほんと世界はコロナで、ちょっと空席目立ちましたけど、あそこだけね、映すな、ということでね。ウェーブ終わった？マジで、ちょっと辛いやん。ハラミヨ。風がすごいぞ。Looking confident with the ball at his feet. Well, they're moving the ball neatly enough. Just looking for that decisive pass. He must finish. Well, that's not going to help the cause. An effort like that, Lee. Well, sometimes you can just get a little bit too cute. Put your head down, put your laces through the ball and strike it. Suarez.Walter Gonzalez.ゴールが。ディフェンス頑張ってるけど、攻撃陣が。そろそろ選手交代考えないと。おお、いいとこ。
やー無理だったか。今良かったけどね。ちょっと選手変えますか。誰変えんのこれ。クイナに変えて、どうしよう。ロボスを入れるか、サベドラ入れるか。サベドラか。でバラガンに変えてルービーを入れるか。70分でしょう。2人変えてもいいでしょう。フィニッシュはルビオの方が高いからね。73だったかな、あるから。よっしゃ、オッケー。コルドバ、いいとこいたわ今。オッケーオッケー。なんかコルドバナがこう海賊映画だったらさ、こうめっちゃ若手なんやけど重要な役どころみたいな感じの見た目がね。あるかなみたいな。こうすんごい青年なんやけど、なんか後に受け継ぐみたいな。どうやらお前。なんかシリーズの2ぐらいから彼がこうキャプテン的な感じでねやっていく的なね。イメージなんですけども。あ、もったいね。スワレス。サラトオンザボール。早いな。いやー、まだ75分でしょ。やばいよね。ついていけ。あ、いいとこ見えてる。ナイス。あ、ただコールドが疲れてる。Well, Derek, the clock is ticking. The crowd are doing their bit, trying to get the players forward to try and get this goal. He's played it over to the near post. Punched away. Well, this might be the final opportunity to draw level. Corner kick played in. Poor execution with regard to the corner. ぶんない、外してくれた。メディナ入れましょう。危なかった今の。この試合ピッチーではほとんど出てきてないですね。やっぱ逆サイドからかな。やっぱ左ないと動きが悪いのかもしれないな。あ、そう、あともう一つね、今のシュートもそうなんですけど、南米の選手ね、体勢崩してもね、シュート打ってくる。特にクロスに対して。ボディバランスがいいのか分かんないけど、すんげえ多い。これああ、 PK です。ありがとうございます。
止められました、どうも。呼ばれてたな、ファール。今の決めときたかったな、完全に読まれてたな。浮いた、いやでも大丈夫だろう。You always take a risk when it comes in like that, but he took a chance. He was brave, just not his day on that occasion. よっしゃ、オッケー、勝った。とりあえず3連勝。まだね、ホームは取ってないからですけど。ちっちゃ。ほっそ。ガリガリやないか、お前。いや、コルドバが良かったですね。いや、この決めきれなかったのかな、マジゴール遠かったな。Gracias por acompañarnos. Agradecemos que se tome el tiempo. もうさ、やばない。もう一人で主役取ってるもんな。もうな、やばいよな。いやまあ結構危ないシーンありましたけど、守備陣が頑張ってくれたから、うん、あとまあ向こうのねゴール外すシーンもあったし、なんか助けられたとこもあったけど、無失点で終えれたのは大きかったなって感じやね。この一つの成長ももうめっちゃありがたい今。はい、まあ今回はこれぐらいで終わりますかね。で、次回はね、なんか、カップ戦があるので、ちょっと何て言うのか忘れましたけど、カップ戦あるので、それ取りたいと思います。で、カップ戦はね、ホームとアウェー、両方取りますので、で、これ、ホーム取って、次、イキケっていうチームとね、ドラゴンかな、ドラゴンのエンブレムのチームとやります。で、その後もう一回、カップ戦やってって感じですね。で、次がエスパニョーラですね。って感じで撮っていきます。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。バイバイ。